あら、こんにちは。こんにちは。今日は鶏肉のトマトソース煮を作っております。美味しそうです。はい、ありがとうございます。たまにはね、こんな洋風なおしゃれな料理もいいんじゃないでしょうか。お腹空きました。まあまあ、でもみんなで食べるようなものなんでね、ひじまくんに作ってるわけではないので、あんまりその自分を出さないようにしてもらっていいですか？そんな出る前から打たれることある？いやいや、一応ね、そのみんなのために作ってるものなので。いや、分かってますよ。うん、そんなあからさまにしょげた態度しない。なんか入ってます？え？え？いや、なんでもないっす。うん、はい。え？怖いな。どうした、どうした。お酒をされたよ。ああ、それは怖いな、怖いな。そろそろシーズンですか？シーズン？稲川さんのシーズン。ああ、そうですね。まもなく私が長年の眠りから覚め。毎年やってません？いや、毎年一応個体は変わるんだよ、8年に1回。今年は私の。そうなんだ。はい、私は稲川純蔵なんで。はい、3？ はい、純八までいるって音ですか？お、怖い話ですか？何ですか？怖い話ですか？え？自由に歩いていいぜ、自由に歩いていいぜ、何度もさっきの気づいてないでしょ。なんでもルーズリーフに育ちの心配、シャンシャン、シャンベルセルヘンシャン、何か一つでも夢中になれる。そんなプレイリストじゃねえよ、これ。高崎が聴きそうな音楽っていう。高崎、今日俺が来た時、カービィの BGM 流してた。やば。あるカービィ。え、激突グルメです。俺めっちゃ好きなの。激突グルメです。知らないよ。トゥテテ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 でしょ。ああ、それ流してたでしょ。あ、俺あれめっちゃ聞く。まあ、レースではないでしょ、激突グルメやけど、お前。いや、でもその…じゃあ、まあ、ちょっと、まあ、激突グルメレースで、脳死作業をするとめちゃくちゃはかどるよ。あと、かけての縁だけど、ギャンブルとかもめっちゃスピーディーになる。いや、ゆかりって言った方がいいんじゃん。ああ、そっか、うん、まあ、木島がやってくれてるから、うん、普段ドルとかでやってるやつだと思われる。結構な希望でやってると思われる。ああ、普段ドルとかでやってるやつ結構いいの。まあ、俺はやってるかな。あー、うん、え、このドルはどういうドル？ドルフィンのドル。カタカナのドルって大丈夫なの？いや、わかんないです。無理。はい、うん、ポーカーとかポーカーとかをドルでやってる、うん、でも、まあ、ポーカーやけど、まあ、ポーカーフェイスのポーカーや。こちらは鶏肉のトマト煮でございます。おー、あざっす。でも、キジマがめちゃくちゃ食べたいらしいから、キジマに多めにあげてほしい。ああ、全然。あ、お腹空いてんねん、キジマ。珍しく、キジマから行くじゃん。うん。いや、いいよ。キジマの顔真似からスタートする。キジマのモロバレから行く。モロバレ？うん、キジマ普通にインカメにして。おー、うん、豪快だね。うん。どうぞ。じゃん。え？キジマのモノマネ食べからスタートしよう。いや、キジマそういうのに乗り気じゃないから、どうぞ、じゃんけんみたいな感じではいかへん。うん、結構嫌がってるから、いつもモノマネされる。食べな。うん、多分そう、あの、すごい嫌がってる、うん、あ、うん、めちゃくちゃリップ。あ、なんかそうっすね、動物の歯みたいですね。動物の歯、うん、動物の歯みたいな。これ褒めてんの？はい、ありがとう。ハーブのかけすぎたかもしれない、ちょっと香草、うん、もう香りがすごいわ。何構想って？いや、夏の構想から外れてますね。そういうこと、戦略外ってことみたいな。熱い。え？え？生？え？何？生肉？これ、この赤さ。え？嘘。やった顔してるわ。やったら。え？わ、よかった。みなみ一口目珍しい。確かに。一切無警戒の。
辛い辛い知らん忘れてた頃にですソースわーいわーいえこれそんな入ってるさこの量俺見たことえやばい最悪だいやめっちゃ勢いよく1個パクって言ってたよ。プロ言ってたよ俺も。いやそうだよね、俺ショックだな。ごめんな。いやでもねこれね。ん？別に料理自体には味ついてないのよデスソースの。え？この食器のね、一番下の面がデスソースなのね。うわこれやば。あてか匂いやばいね。でそこを南がまんまとタレ絡めてこうやって言ってくれたのよ。いや行きたくなるよな絡めてなこんなもんなあしんどいわ前回匂いでバレたでしょうんだからちょっとハーブ多めになるほどね巧妙な上の方のやつは大丈夫なんだあマジちゃんと美味しい料理でしょここら辺マジねあちょっと辛いけどちょっと下がやばいってことここら辺のこれがやばいってことうん行くんだあ辛っあ、辛っ、やば、あ、これ、一番辛いやつうんあ、一番辛いやつか、うん、めっちゃ辛いわ辛っそれそうでしょいや、それそうだよ辛っ頭悪いめっちゃ辛いわ私んちにああいうやつおったよなめっちゃ辛い私んちの細い、目細いああいうやつゆず彦ゆず彦あの、え、いや、ゆず彦弟あ、辛っゆず彦あんなほどそんな感じじゃなくてあれじゃない、みかんの友達じゃないの男の子じゃないなんかちょっとなんかアホなわ辛っあでも美味しいわその辺だったら大丈夫うん、うん、いやそりゃそうでしょうもうしかも怖くなっちゃってるしな彼は、うん、あだからトマト料理的なそういうことですねもう今回ばかりは全力で行かせていただきました俺でもちょっと木島食ってほしかったな無警戒でいやでもなんか変な感じしたよえ何がハーブ多めと色お前何も知らずに言葉遊びしてたハーブ多めの放送ああそうだった戦力外通告とか言ってたもんあらその後ワンパクに食ったもんなやっぱなんか極激辛とかの辛さより全然デスソースの辛さの方がさ美味しい辛さねそう旨味があるよねタバスコみたいなこういう感じで、うん、なんかジョロキアとか、はいはいはい、そういうの入れてみてよ唐辛子え、それは何入れましたって言って食べさせるのそれともいや、こうやって言わないで、うん、で、その日にあの、うん、ランダムに一人目が死ぬ、うん、なんでな辛さだったらななんで楽しめる気がする自分の可能性もあるのに、うん、っていうかこのデスソース、はい、一人目食べてリアクションありましてで、うん、それ本編じゃないみたいなマジヤバいっすよなんか当たり前みたいになってるんで意味わからんなんか虫食うのめっちゃ流行った時期とかあったやんあれはまああったからねもらいすぎたから虫を、うん、もうやめようデスソースもめちゃくちゃあるで今本数何本ぐらい4、5本あるよ頭あれねもらうやん何それ私が1本目やろうみたいなスタンスで送ってくるのそっち行けかぶるってそりゃポップアップの時そのもらったらもうデスソースだけその展示の場所に飾るっていう文化を作ってて、うん、でも新しく持ってきた人がじゃあここに置かせてもらいますみたいな、うん、結構みんな楽しんでデスソースを設けてたあったけどそういうなお賽銭みたいな中学生の時適当なガードレールにとりあえず花置いといたらみんな置くみたいな最悪やそんな最悪やいやまあまあ死んでないからね誰もうんほろフォローするいいんじゃない基準はずっとあっち側だからな基本辛いの苦手と辛いの得意で分かれてるからねせやなうん、うん、やめよう愚問の表情とか見たい人興味おらんであんまないもんなその辛いってめっちゃリアクションした後にああ確かに辛いねみたいな感じで普通に食ってるやついる YouTube、うん、確かにな俺もなんかやりに行ってると思われるし、うん、実際そんな辛くないのにやりに行ってるみたいなまあ、辛いは辛い。マジで。そう、それは別にやりすぎてはない。辛いは辛い。だからお疲れ。今日は本当運がなかった。いや、その運ゲーに持ち込まれるの意味わからないの。食卓が。食卓が運ゲーなの意味わからない。まあまあまあ。
いや、まあまあって自分やったらもっと怒られてたやろ。カメラ止めろとかでもなく、カメラ止めんねんから。一番食欲出してたのにな。やばい。あんな食べたがってたのに。怖っ。ちょっと、上の、この辺なら大丈夫だよ。この辺。どれこれ？うん。ほんと？大丈夫。でも下ゴリゴリつくじゃん。てか、フォークの段階で無理じゃね？押さえつけて刺すのだから。まあまあ、まあでもその、うん、もう本当に、南のあの、しょっぱなと比べたら絶対大したことないって。ほんと大丈夫。あ、もう辛いよ。え？もう辛いよって言ってんだよ！お前、そのトーンで来いよ、俺の時は。自分になった瞬間マジで燃えてくれ、はぎるわマジで、やばいって、味方やったのに、切れれば切れるほどもう敵やねん。あ、いける？ん？なんか意外とその直行じゃないじゃん、しかも咀嚼してるしね。辛い。あうわ、これ顔真似してるかどうかったな。今からやるか。え、激突グルメです。あれめっちゃ好きな、激突グルメです。知らないよ。まあ、レースではないでしょ、激突グルメやけど、お前。いや、でもその、ちょっとね、まあ、激突グルメレース